こんばんは、シル。この2日間で花粉症になった患者の8割は治療が終わったわ。本当に戦闘要員から優先的に治療しているから、今度の戦いにも悪い影響は出ないと思うわ。バニラなら向こうにいるわ。今も診療中よ。あら、タクトさん、いらしてたんですの？バニラさんのおかげで回復しましたわ。今日は再検査ですの。症状が治まっても再発の恐れがないとは言い切れませんので。いえ、治療後の経過を見るのは一目ですから。いえ、当然のことをしたまでです。ご心配いただいてありがとうございます。でももう大丈夫ですわ。これでお菓子が美味しくいただけますわ。症状がひどい時には粉末ジュースのメロン味とバナナ味の区別もつきませんでしたもの。ミント、前から言っているけど、あまりジャンクフードばかり食べちゃダメよ。食品添加物を多く摂っている人ほどアレルギーを起こしやすいという統計もあるんだから。はい、わかりましたわ。そうですわね。では、私はこれで失礼いたしますわ。タクトさん、見ましたわよ。それはもう一部始終をしっかりと目に焼き付けましたわ。敬愛すべき司令官がまさかゴミの分別ルールを守らないようなお人だったなんて失望しましたわ。まあ、私に見つかったから慌てて取り繕おうとなさるんですの？タクトさんがそこまでモラルの低い人間だったなんて他の皆さんが知ったらどう思われるか。一時が万事と申しますわ。普段の行動にこそその人間の本性が現れるものです。巨大なダムに開いた小さな穴から少しずつ水が漏れ出して、最後にはダム全体が崩れ落ちるよ。この小さな悪事が最終的にタクトさんの信用を全て崩壊させるのも時間の問題ですわね。そんなことになったらエルシオールも私たちエンジェル隊ももうおしまいですわ。タクトさん、誰からも信用されなくなった人間の末路というのは惨めなものですわよ。そう言われましても、悪いことをそのまま見過ごすわけにもなりませんわ。そうですわね。
悪人ではないと示すためにタクトさんの誠意を見せてくださいませ。あら、もう。まあ、そこまで素直に受け取られるなんて、これはなかなか。いえ、こちらの話です。わかりましたわ。タクトさんを信用して、このことは私の胸の内に留めておきましょう。お礼には及びませんわ。それでは、私はこれで。あら、タクトさん、ご一緒しませんこと？どうしたのよ、タクト。さっさと座ったら？タクト、あんたは何する？気をつけた方がよろしいですわ、タクトさん。紙のストロー袋とプラスチックのミルク容器を混ぜて捨てたりしないように。もし悪事が発覚したら、司令官としての威厳が。ちょっとタクトってば。何変な汗かいてんの？具合でも悪いの？さあ、私たちには伺い知れない心の葛藤があるのかもしれませんけど。心の葛藤？何なのそれ。いいえ、ただなんとなくそう思っただけですわ。何でもないですわよね、タクトさん。きっと何でもございませんわ。なんかあんたたちってば妙じゃない？二人だけの世界作ってるっていうか、何隠してんのよ。教えなさいよ。そうですわ。隠し事など何もありません。ほらそれよ、なんかのけものにされた感じ。まあいいわ、私もう行く。そんじゃね。よかったですわね。
その時は私が紅茶シフォンケーキを作って差し入れに行きます。バニラの大好物なんですよ。そんな失礼ですよタクトさん、バニラってはとっても美味しそうな顔して私のケーキを食べてくれるんですから。私にはちゃんとわかります。お菓子を食べてる時のバニラってとっても可愛くて作ってよかったなって思うんです。本当ですってば、疑ってるんですか。そうなんですよ、今度バニラも呼んで紅茶シフォンケーキをご馳走しますね。そうですか。あ、そうだ、今作ってるケーキがもうすぐ完成するんです。よかったら食べに来てください。それは変ですってば。何言ってんだい、こっちに決まってるだろう。アタクト、いいとこに来てくれたわ。聞いてよ、フォルテさんが。そりゃこっちのセリフだよ。絶対あんたのは一般的じゃないね。白いご飯に合うのは宇宙たくあんだよね。ご飯には宇宙明太子。そうでしょうタクト。
いや、宇宙たくあんだ。こいつは譲れないね。宇宙明太子です。宇宙たくあんってなんかダサいじゃないですか。ああ、あんた宇宙たくあんをバカにしたね。俺が落ち着いていられるか。朝の食卓の危機なんだよ。いいえ、大げさじゃないわ。タクト、あんたはどっちが白いご飯に合うと思う？当然宇宙たくあんだよね。正直な気持ちを答えればいいんだよ。宇宙明太子でしょ、はっきり言っちゃってよ。でしょでしょ、やっぱり宇宙明太子よね。宇宙たくあんなんて親父臭いわよ。親父臭いってなんだい。宇宙たくあんのうまさをわからないなんて不幸だね。フォルテさんの方こそ宇宙明太子の美味しさをわからないなんて不幸ですよ。2対1で宇宙明太子の勝ち。むっこー、あんたたちそこに正座。宇宙たくあんのうまさを説教してやる。だったっけ。そうね、冷静に考えてみたら、なんでこんな些細なことでムキになってたのかしら。まったくだ、なんか急にアホらしくなってきたよ。これはマイヤーズ様、どうぞお入りください。マイヤーズか、どうしたこんな時間に。今後と申すと。うん、意外に真面目なのだな、そなたは。冗談だ。ローム政権に着いたらか、そなたからもっとチェスを教わりたいな。そうだ、半分はな。私とて時には冗談も言うぞ。それはさておき、私のなすべきことはもう決まっている。分かっているならそれでよい。その時にはそなたの働きにも期待しているぞ、マイヤーズ。そうか、確かにそなたは成り行きでエンジェル隊の指揮を任されたようなものだからな。次期公か。いや、独り言だ、気にするな。それは冗談のつもりか。なるほど、よくわかった。そなたは存在自体が冗談みたいなものだな。そう聞こえたのなら耳の掃除をしろ。まあいい、何か用意させよう。
やあ、タクト、今暇かい？それよかった。今部屋にいるんだけどさ、ちょっと寄っていかないかい？嬉しいこと言ってくれるじゃないか。そんじゃ待ってるから。ああ、空いてるから入っていいよ。よく来たね。まあゆっくりしてっておくれ。ついさっきだよ。今日のシフトも終わったし、あとはゆっくりしようかと思ってね。今なんか飲むもん用意するから、適当に座ってていいよ。そうだよ、よくわかったね。まあ確かにすぐわかるか。さてと、お待たせ。ってまだ立ってたのかい？遠慮しなくていいから座んなよ。バニラのおかげで花粉症も一段落ついたし、ようやく落ち着いたね。これで心置きなく戦えるってもんさ。どうしたんだい？ああ、そのことか。新型の火薬だよ。分子構造をいじって、シャナードの5番って香水の匂いがするようにしてあるんだよ。冗談だよ、冗談。そんな火薬あるわけないだろう。本物の香水だよ。私がつけてるやつ。なんだいその顔は。私が香水つけてちゃおかしいかい？相変わらず正直だね、あんたは。ここまで予想通りだとおかしくってさ。いや、いかにもタクトらしいよ。誰が言うかい、そんな臭いセリフ。映画の見過ぎだよ。それはあんたが今まで気づいてなかっただけさ。少しは余裕が出てきたってことだね。無意識のうちにプレッシャーを感じてたところもあったんじゃないかい？いきなり巻き込まれた上に激戦続きだったしね。このシャナードの5番はね、いい男にしかわからない香水なのさ。信じるも信じないもあんたの勝手だけどね。うぬぼれんじゃないよ。今のあんたはせいぜいいい男の命のレベルだね。どう受け取るかもあんたの勝手さ。そいつは楽しみだね。そうかい。じゃあ、いい夢見られると思うよ。
さーてね、そう信じるも信じないも。おやすみ、タクト。